椿愛好が子供ドラゴン編どういったバンドかってところなんですけど、はい、音がね、マジで重いんですよ。へぇ、ギターサウンドは重いんだけどね、ドラムは結構軽いかなって感じ。なんかそのね、その頃アンバランスさみたいなのが結構俺的には好きなポイントで、あの4人組のビジュアル系ロックバンドなんですけども、はい、ボーカルがハヤトさん、まあ、ちょっと以後ハヤトして呼ばせてもらうんですけども、はい、あのハヤトしてって言われてるんで、そういうことで言わせてもらうと天才かな。でも俺的にはハヤトしては天才だと思います、マジで。作詞作曲って面をほぼほぼになってるんですよ、うん、やっぱね、この人の作る曲がもう俺はね、どっから出てくるんだろうな、この発想っていつも思って新曲は楽しみにしてます。言うなればね、あのショートバージョンだけでは全く曲が測れません。あ、そうなんだ。もう緊張するし、うん、何が起きるかわからない。正直ボーカルのタイプとしては上手さというよりかは引き寄せるタイプ、吸い込まれるような感じ。なるほどね。高校はね、あのかなりの進学校に行ったそうで、頭はいい、ね、頭いいんだ。あの BP レコーズの、ね、学力テストでは3位でしたね。おお。喋りとか聞いててもね、伝わってきますね。賢いんだろうな。おお。本当にギターの、はい、ゆめさんですね。ゆめさんはですね、ユナイトってバンドが今いると思うんですけど、はい、ポテンシャルバンドキャンセルというバンドの、ロディを務めてたんですよ。そう。でも音作りだとか、うん、そういったところはすごい優れてるっていう。一作品ごとにもうどんどん上手くなってますよ。あ、すごい。何なんだろうみたいな。だってなんか奏でる音がなんか特殊というか、うん、でもちょっとその実演動画の方ですね、ちょっとだけ見ていただこうかなっていう感じで、あのね、俺はね、すごい上手いと思うんですよ、この人。まあ、こんなとこなんですけど、なんかこう、まあ、俺ら楽器しろっていうのはよくわかんないんだけど、上手いっていうのがなんかこう分かる感じじゃない？分かる。すげえなっていう。ベースのめんめんさんですけども、めちゃめちゃベース上手いですよ。ゴリゴリパワーベースと。正直ね、初めて見た時は結構衝撃を受けたぐらい、ベースをこんなに際立たせんだみたいな、うん、こちらもね、めんめんさん弾いてみたら出してるんで、ラッドミュージックっていう曲があるんですよ。ちょっとベースがかなりメインの曲なんですけども、うん、ちょっとこちらのちょっともう、うん、見ちゃうね。ちょっと難しいというか、なんかちょっとよくわからないんですけど、素人からすると。そうですね。なんかすげえこのメイクしてちょっと怖いかなと思うんですけど、インパクトすごいねとあると思うんですけど、かなりなんかこうキャラ的には緩いというそうなんだ。この方も結構面白いですし、ドラムのチャムさんですね、はい、この方なんですけども、ちょっとまあインパクト絶対というか、ジャンプコミックスでできそうなこんな顔してますけどね、声はね、生まれた時からですみたいな声してますチャムさんはバグラグさんの、うん、カズキさん、ユウさん、ツバメさんが全バンドやってるんですけども、そちらのロディをやってたんですよ。こうびっくりするぐらいの好青年が訪ねてきたと、ユウさん言ってて、今が信じられんと、こんな感じでメイクしてるのが、あとキャラもおかしいのと、前なんか牛丼大盛りで喜んだ人間が今となってはなんかイタリアンをランチで食ってるツイッターとか見てあんた変わったよみたいな話によると、いや牛丼も食べてますよってドラムはね、なんかこうテク派なのかなって感じですね、音というよりは。あ、なるほどね。いや、ほんとごく最近なんですけども、5人組だったんですよね、うん、そのカラーさんって方がほっと最近来て、そのノーコアスって今あるフル PV のあるものまではカラーさんはいるので、まあ、カラーさんがどういう役割をしてたかっていうと、まあ、結構音に重みを出す、まあ、サイドギターなんですけど、ベースの手までのシフトとの編集とかやってたりとかね、めちゃくちゃ面白い人で、本当にちょっと抜けたのはかなりショックでしたね、僕としては。本当に今から紹介する曲は全部カナさんがいるので、あ、ちょっと紹介させていただくんですけども、はい、僕の紹介入ってくるんですけど、単純にまず最初に紹介する3曲は僕が一番ハマった、でここまでハマるかってぐらいハマったバイパーって曲 と、ソドムって曲と、ワルアガキって曲なんですけども、なんだろう、聞いた時の感想なんだけど、俺はね、なんかちょっとビストリップっぽいなって感想ちょっとあったんですよ。ありがとうございます。いや、かっこいいね、普通にそのビストリップに似てるっていうのは確かに分からん。ちょっと分かるっすよ。なんかこう同じリズムなんだけど、こう転調が挟んでもう一回同じサビが入るみたいな感じで、あとはそのやっぱベース時折出てくる、はい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 、ベースがかっけえなっていう、キンキンみたいな、そう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 おおみたいな入ってくるんですよ。そうそう。次はね、ソドムって曲なんですけど、俺この曲がね一番最初にハマった曲なんですよ。でも高校3年生の時にめちゃくちゃハマってたんですけど、当初あまりこうデスボーをこう結構使うようなバンドを実はあんまり聞いてなかったところがありまして、この曲でそのハヤト氏のデスボーがすごいかっこいいなと思って、手元がめちゃくちゃ映るんですよ PV、うん、そこが個人的に好きなんですよ、あという感じですね。すげえな、バンドとしてはボスボール力すげえ高えなっていう、手元も
映るこう ミュージックビデオでも言ってたし、あとやっぱベース、やっぱ時折入る時折入るね。もう一回こうイヤホンでこうしっかりこう堪能したいなっていう曲だね。まさに3曲目僕はめっちゃドハマりした曲「悪あがき」って曲なんですけど、はい、この曲はちょっとあのこの見てる方悪いイメージ取られてほしくないんですけど、最初聴いた時は正直全然響かなくて、うん、何回も聴く、なんか聴きたくなって、こういつの間にこれしか聴いてなかったみたいな感じだったら、そういう確かにあの前の2曲よりかはこうインパクトはないのかなっていう曲だったけど、やっぱこの中毒性はすげえありそうだなっていう曲なんですよね。中毒性マックスですよベースすげえわ、うん、この3曲は僕がめちゃくちゃハマった曲、特にハマった曲3曲で、あとちょっと3曲おすすめ曲持ってきますね。その転調っていうところで3曲ですね。ウルフマンって曲 と、はい、この世界は終わりだって曲と毒虫って曲があるんですけども、はい、この3曲はね、1曲にも3曲入ってるんじゃないかレベルの転調が結構こう繰り返される才能だと思うんですよ、早口で。マジで意味がわからんレベルになんかこう盛り込んでくるなんていうか、ウルフマンって曲ですね。すごいな、曲の最初とさ、曲の最後の印象がこうガラッと違うから、もうよく曲として成立するなってくらいの確かにね転調ぶりなんですよ全然最初と最後が違うから、もう一回どんな感じだったっけみたいな感じでこう確認したくなるっていうか、でこう何回も聴いちゃいそうな曲だね。これが隼人さんの才能なんですか、作曲センスというか、はい、この世界は終わりだった時なんですけど、これもねやばいよ店長は。この曲めちゃくちゃ好きですね。めちゃくちゃかっこいい、これもうほんとジェットコースター乗ってるみたいだったわそうそうそう、ギュワンギュワン行ってこう登ってるところがあってみたいな、ガコーンとされるみたいな、緩急みたいな。多分違和感がないのは B メロがあの中くらいのテンポだから。ああ確かに、150キロのストレート投げた後にすぐ80キロのカーブを投げるのではなく、130キロぐらいのスライダーを挟んでなるほどね。次がですね、毒虫という曲なんですけど、この曲はねサビが予想できない。かっこいいわ。本当あれでね、予想できないというか。そうそうそう。サビの印象でまたガラッと曲に。サビがね、こう3、2、1で来る感じなんですよ。最後あの疾走感のまま終わると思いきや、もう一回戻る。ね。というわけでね、ライブ鑑賞のコーナーでございます。はい。そうですね。僕的に好きなね、ヘムロックって曲があるんですよ。静かめったけでもないけどね、結構メロディアスな感じの曲なんですけど。僕はですね、本人映像がね、カラオケでちょっと期間限定であったんですよ、うん、その時はね、めっちゃ歌いました、ちょっとこれね、あのね、ライブでね、見てもらえたところなんですけどね、ハヤとしてのね、煽りめちゃくちゃうまいというか、かっこいいですね。みたいな、あれだね、こう、爽やかな感じの歌、うん、そう、これはそうなんです。なるほどね。でも違う一面だけどかっこいいっす。ちょっと俺鳥肌立ったどうでしたこの子供とラグとバンド。いやね、正直あんまりなんかイメージもこうね、名前でこうつかなかったし、どんな感じなんだろうなって思ってたんですけど、もうねめちゃくちゃかっこいいっす。ドギモ抜かれたでしょ。うん、もうなんか知らない音楽聴かせてもらったなっていう。誰にもできない音楽だよね。そう、もう本当にまたこう新しい音楽に出会えて、こうなんかいいなっていう感じに今います。ありがとうございます、はい、いやちょっと本当に今2バンドか、今のところロイズと、子供ドラゴン2つ聴かせてもらって、もう本当にまたちょっと楽しみになりましたね、そのキッシュバキアイの行くのが。というわけで子供ドラゴン編でした。はい、ありがとうございます。